なんで泣いてるんだろう。84歳の小川さん、19歳の剛力さんに見せたい一枚の写真があるといいます。獣医の救助、綺麗です ね。これはね、大正の終わりぐらい、はい、大正時代に撮影された中宮菩薩半跏像のモノクロ写真です。撮影したのは小川さんの父清陽さん。数ある仏像写真の中でも特にこの一枚を求め多くの若者たちが訪ねてくる、そんな時代がありました。戦争がいよいよ終わる頃になって、風雲が呼吸をつけるような頃になってからね、若い人がね、このぐらいの小さな写真を分けてほしいって訪ねてくる人が増えたんですよ。で、何に使うのかと思ったら、学徒動員で戦地行くので、なんか心の糧に写真が欲しいって。太平洋戦争が始まって2年、敗色濃厚の日本は若い学生たちを戦地に送り始めました。学徒出陣です。出撃すれば生きて帰る可能性はほとんどありません。そんな極限状況で若者たちは菩薩半跏像の写真を求めたのです。自分がその戦地行って命があるかないかわからないのと、そういう時にこの写真持って行きたいって、そういうね、気持ちは今の若い人には分からないかも分からないけど、なんか人間の命が切迫状態の時にね、なんかこう心の支えになるものが欲しいと思うんでしょうね。そういう心の支えに、その仏像の写真、なんかそういうその自分たちの不安な心、そういうものをどっかで癒してもらいたいっていう、そういう願いがあるんでしょうね。一人一人の思う気持ち、うん、っていうものがやっぱ仏様に対してあったっていうか、うん、そうですね、うん、私の父はその話聞いたらね、そんな前お金なんかもらうなって言うんですよね。それからは何人か差し上げたことがあったと思いますけどね、殺伐とした命のやり取りしているところに、なんかこう潤いを持ちたいっていう、私たちにとってはこういう仏さんはね、なんか大事なんですよね。大事なものがこの中に秘められてる。私とかその厳しい極限とか、うん、厳しいものとこに立ったっていう経験がないので、うん、そこまできっとその皆さんの気持ちになるってところまでいけないと思うんですけど、うん、戦地っていうのはそういうあの潤いも温かさも何もないところだからね、心のなんか拠り所、豊かさ、なんかホッとするもの、そういうものがきっと欲しいというふうに思っていたんだと思いますね、うん、原版はね、はい、これなんですよ。ガラス乾板が今も残されていました。このガラス乾板から写真は一枚一枚手で焼き付けられて、戦地に赴く若者へと渡されました。自分の安心感とかっていうそののはすごくこの仏様ならではかなっていう、もうなんかそういうのをこう感じられるのはすごくわかりますね、うん、若者たちの
心の拠り所となった菩薩半跏像です。旅の終わり、この優しい微笑みがどれだけ多くの人の支えになってきたか、そのことを思うと心が揺さぶられました。すごくなんかこんなにこう近い存在で仏様がいてくれるんだなっていうのを感じたのは、多分この菩薩様だからこそなのかなって、やっぱりこう私がこう仏様に語りかけてもきっと受け止めてくれるだろうっていう、すごくそういう安心感もあったので、なんかすごく、ね、理想の女性像な気はします。なんか私もそう、なんで泣いてるんだろう何て言うんでしょう、そのやっぱりその女優としてもたくさんの方々に魅力的だねって言われるような人になりたいっていうのは私も一つの夢ではあるので、本当になんか素敵なこと学んだなって思いました。なんか肩の上っていうか、なんかそういうすごく軽やかっていうか、心が軽くなった気はします。すごく現れたなっていうのはありますね何でしょうね、なんか温かいですね。優しい微笑み、たおやかな日本の美の原点がここにあります。